ございます。むつどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、奈良県桜井市の、桜井駅に来てます。 JR の桜井駅と、近鉄の大阪線の、桜井駅ですね。JR の方はね、万葉まほろば線っていう路線の、桜井駅になります。これがね、駅のちょっと上の方ですね。駅舎になるんですね。で、これが、駅前のロータリーですね。北側にもね、ロータリーあるんですけど、こっちの方は、ね、南側になります。なんかね、なかなか、いい雰囲気の、ね、商店街がありそうなので、やってきました。ですね、駅の南側からですね、東の方に向かっていくとあるらしいので、もう昨日ね、僕もたこ焼き夜食べたんですけど、駅前に必ずと言っていいほどたこ焼き屋があるのが面白いですよね。なんか関西に来たって感じですけども、僕は生まれ育ったのが神戸なんですけど、神戸はね、そこまでね、駅前に必ずたこ焼きがあったっていう、記憶がないんですけど、奈良はね、結構の確率で駅前にたこ焼き屋さんがあって、なんか焼きそばとかね、あと昨日何食べましたかね、スジオムレツとかね、あとまあ食べなかったんですけど、とんぺい焼きとかもありますね。マネキンのこと、まあまあ怖いんですけど、そしてなんかですね、10年近く前まで、ここもね、なんかアーケードのある商店街があったみたいな、そういうのはネットに上がってたんですけど、今はもう全く痕跡がないような感じで、この辺は駅近くの店舗ですね。で、駅前焼肉屋様、今準備中って出てるので、全然営業してそうな、感じで、そしてね、ここからですね、中央通り商店街っていう商店街があって、ここのお肉屋さんはね、全然バリバリ営業してますよ。野菜とかも売ってたりして。あと時間によってはメンチカツとかコロッケとかそういうのも出てるみたいですけど、今はちょっと出てないみたいでした。そしてうわ、お寺があったり、ここはまだシャッター開いてますね。こんな感じで鉄骨をこう組んだ感じの、16分20、
アーケード商店街ですね。こんな感じでね、空き地も結構あるんですけど、今時空き地って言わないですかね、店舗が建ってない。帽子屋さん、帽子とカバン、そしてこれはミュージック&フォトショップ。帽子屋さんは全然営業してますね。で、正面にはコーヒーショップがあって、これもなんか商店街、もともと商店街だった、そんな雰囲気ですよね。そしてこっちはまだね、商店街が続くみたいなんですけど、この伊勢街道、街道が交差するような場所だったんですね。そして部分的にこう屋根のあるような感じのお店があって、荒物金物の日用雑貨卸、この縦の筋がね、何回見ても読み方を忘れるんですけど、タウノギネ街道、めちゃくちゃ読み方難しいですよね。出なかったりするんですね。こんな感じの結構広い道なんですけど、クリーニング屋さんがあって、ハンコ屋さんがあって、めっちゃシティ屋さんですね。国道になるんですかね。橿原市の方に多分通じてる国道、何号線になるんですかね。ちょっとね、字が小さくて読めないんですけども、Google マップで見てみましょうか。Google マップね、165号線ですかね。これが165号線。辰工寺っていう交差点みたいなんですけど、
菓子丼、お菓子の問屋さんでしたね。少し行くとね、川沿いの道に出るんですけど、もう昔の問屋さんですかね。あ、菓子問屋って出てますね。なぜこの辺に菓子問屋が集まってるのかわかんないんですけども、川沿いの道に出てきたんですけど、こんな感じで、ね、お地蔵さんが歩こうかなっていうのはあんまり考えてないんですけど、桜井市っていうと三輪さんって言って、分かる人は多分分かると思うんですけど、あの大宮神社っていうのがあって、今日もその前を通ってきたんですけど、結構ねお参りするのに渋滞してて、そしてその周りは三輪そうめん、三輪そうめんのあのお店がたくさん出てて名産品ですよね。もう少しね歩いたら撮影を終えたいと思うんですけど、昔はね結構人の往来の激しかった街道なのかもしれないんですけど、森食品、食品工場とかあるんですね。そうそう、三輪さんですよね。母方の祖母が三輪さん信仰してて、なんで祖母が生きてる時はあのお箸がね全部三輪さんっていう焼き印が入ったお箸を使ってました。なんかね、もらってくるのか買ってくるのかその辺の事情全然分かんなかったんですけど、杉のお箸だったと思うんですけど、ヒノキじゃなかったと思うんですけど、杉のお箸をね多分お前に行ったついでに買うのかもらうのか、その辺は分かんないんですけど、
家にねたくさんあって、それを使ってました。ではね、そろそろね、この辺でかなりのどかな風景 で、これはなんかスーパーなんですかね、もともとスーパーだったみたいで、この辺で、撮影を終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。